13ページ表示ですね。的な中心地に対しての、その遠く離れた場所、遠隔地というのを、よく見るような、あくまで相対的な表現です。絶対的に分断というところが存在するというわけではなくて、中心の人たちから見て、遠く離れた場所みたいなことになると思います。こういうというのが、子どもの子に言うになってますけれども、の煮物物というふうに言うみたいなんですけれども、天皇が、景行天皇が訪れた際に、この国は日の出る方向に向いているというふうなことを言ったので、日向国名が生まれましたというような逸話がですね、この景行天皇のところで紹介されています。有楽天皇なんですけれども、ここで結果的に、日向系が断絶するということが文書から言っております。いろいろおそらく内調あたりがですね、調査をして、こういった執事の方ですということを調べた上で、嫁がれるというようなことになると思いますので、その中で前方後円が31基、後方が2基、円墳が286基というふうな内訳になっていてですね、数もいいんですけれども、要するに5キロの範囲内にですね、これだけの古墳が集まっている場所というのは全国に回しても本当に数えるほどしかないということです。日向という舞台仕掛けが非常に重要で、書くことができないだったというふうに認識されていたというのが、神話だけではなくて天皇の時代の記述からも分かります。一つは、未来を探るためのガイドラインの一つだということは、皆さんのところでも分かっているんですけど、成功と失敗のデータベースと書いてますけれども、やっぱり散りばめられていて、その昔の歴史自体というのは未来を拘束するものじゃないんですけれども、判断するにあたって大きな示唆を与えてくれる